こんにちは、JBS 武蔵の河合です。はい、下です。今回はですね、フリートークで、はい、トレーニングをこう効果的にするメンタル面の注意点というか、冬トレってやっぱきついイメージあるじゃないですか、はい、結構そこでこうみっちりできるかどうかっていうのが効果が変わってくるかなと思うので話していければいいかなと思います、はい、私が最近すごく思ってるのが、まあ、例えば高校生とかだったら毎日やるのがほとんどじゃないですか。中学生でも結構走り込みが多くなったりとか、まあ、小学生でも最後に走ったりとかすると思うんですけども、うん、そのやってる最中っていうのはもちろんきついかもしれないんですけども、うん、それをやることでじゃあ足が強くなったらバッティング飛ぶようになるかなとか、速い球が投げれるかなっていうのが常にやっぱイメージし続けられてるかとか、はい、最初にこうそういう気持ちでセットアップしてからじゃあみんなでやっていこうっていう風にするのか、だからなんとなく今日もきついトレーニング待ってるなみたいのでトレーニングをやってしまうのかで、まあ、かなりその真剣に取り組めるかとか 100% そこに力を出せるかっていうのが変わってくるかなっていう風にちょっと思ってまして、下小ちゃんそのあたりはありますか、うん、野球をやってるわけだから、はい、その基本的には野球は好きだと思うんですよ、はい、ただやりたいこととか好きなことの中に嫌いなことも僕は含まれてると思うんですね。その冬トレも一つそうだし、はい、例えば怪我した時のリハビリとかって結構すごく好きで好んでやる人っていうのはいないと思うんですよ。まあ好きじゃないことの方に近いと思うんですよ。嫌いなこととか面倒くさいことっていっぱいあると思うんですよ。でもそれをやりたくないこととは僕は思わないんですね。そのやりたいことの中にそういうものが本当はあるっていうだけで、それは本当はやりたいことだと思うんですよ。だからそれはちょっと意味が違うかなと思うし、うん、本当にやりたくないことは我慢をして強いられてることだと思うんですけど、やりたいことの中に、嫌いなことがある。だからそれは僕は辛抱って言ってますね。だから我慢と辛抱の違いっていうのは全然違うと思います。我慢っていうのはまあ単純に耐え抜くみたいな、やらされちゃってるというか、まあそうですね、主体性はあまりはないっていう感じはしますよね。辛抱っていうのは今は辛いけどその先はっていう感じです。でもほとんどの人はやっぱりその走ってる時とかはそれは辛いからそれはもうやりたくないって思うんだけど、でもその先をやっぱり見据えるようにしていかないといけないかなと思いますね。冬のトレーニングって例えば全体で野手だけで集まってダッシュするとか、こうピッチャーだったらピッチャートレーニングみたいにしてちょっとこう何人かでやったり競ってやったりすると思うので、私が高校の時思ってたのは競い相手がいるとやっぱ頑張れるっていうのも正直あるかなと思ってまして、あいつに負けたくないって気持ちですかね。俺はあんまり競争とか好きじゃないんで、実はそれだし走るのも、まあ、言うほど得意ではないんで、単純にまあ苦手だから嫌だっていうのもあったけど、まあなんか自分で自分のペースでやりたかったっていうのは僕はあります、だからそれはなんか人によるかもしれないです、モチベーションのつけ方は。まあ、競争性とかゲーム性みたいなのを設けてチーム組んで走るのどっちが速いとか、まあ、そういう単純なゲームだったらいいけど、意味があってそれをトレーニングしてるから、それで自分の足が速いとか遅いでなんか優劣をつけてほしくないって感じてましたね。それは自分の目的あって自分でダッシュを取り組んでるし、自分の中でこれぐらいまあ速くしようみたいなのがあったら、そのタイムをちゃんと自分ができてるかどうかが大事なんで、一気にそうすると僕はモチベーション下がるタイプですね。例えば今みたいに下小路みたいにね、個人個人でこう頑張ってて自分の目標があって、それを達成していくことでのモチベーションを上げるっていうのはすごく大事なことだと思う。まあ、一方でこう例えば下小路がそのようにこう達成してて頑張ってるとしたら、まあ、それを見て触発される人もいると思うんですよね。まあ、エースだとしてエースになりたい人が、まあ、エースがすごい頑張ってるんだったらそれぐらい頑張んないとなとかっていうふうに、まあ、思うこともいい効果、ね、として生まれるかなと。小学生ぐらいだったらちょっとこう競争性とかゲーム性を入れて楽しみながらでもそのきついこともできちゃうっていうのも、まあ、ありかなっていう感じはしてます。高校生ぐらいになってくるとやっぱり個人個人ちょっと課題がかなり明確に違ったりとか、まあ、パフォーマンスをこうかなり上げていく意識っていうのは強くなるので、まあなんかその取り組みもやっぱり考えるじゃないですか、自分はここは足りないからとか、ここを伸ばしたいとかあるんで、そういうそのクリエイティブなんですよね結構それって、自分の自己分析をして、自分で課題を見つけて取り組んでいくって結構クリエイティブな作業なんで、そのクリエイティブなことに外発的なモチベーションの持っていき方をすると、僕は逆に下がると思います。それは使い方だなっていうふうに本当に思います。まあ、他には下地何かありますか？きつくことが多いと思うんで、はい、まあ、冬ってねほとんどやっぱりそのやる前からイメージできちゃうじゃないですか、これは辛いなとか、はい、ダッシュは辛いなとか。でもまずやっぱりやってみないことにはしょうがないと思うし、やりたくないとか辛そうだからやらないっていう風になっちゃうと思うんですよね、そこでこうイコールの関係にしちゃうとストップしちゃうと思うんですよ、躊躇しちゃうと思うんですよ、とかやっててもサボっちゃう。これはね嘘でもいいから、それが自分のためになると信じることっていうか、まあ好きになってみる、嘘でいいからっていう風にやって取り組んでみないといけないかなと思いますね。やっぱりね繰り返していくといつの間にかそれができるようになってるから、そこで成長実感したりすると思うんですよ。ほとんどの人はやっぱりやる前でやらない、やった後の、まあ、最初一気にガンって変化が出るから、そこをやっぱりね、まあ、頑張るしかないです。である時一気にこうひっくり返るっていうか、これ意外とできたなとかっていうのがあると思うんです。
だからその気持ちは、まあ、僕なんかは何回か経験してきてるんで、うん、やっぱりそういう時って自分が上がってったなとか成長できたなとかって思う瞬間なんですよね。よくこう上手い人見てるとよくあんなこと平気でずっとやってられるなってあると思うんですよ。上手い人も最初は大変だったはずなんですよね。やってたらいつの間にかそれが普通になってきた。でそれをやってるからどんどん差ついていくに決まってるじゃないですか、うん、他の人ができないようなことを平気でやってるわけだから、その短期間でのこう結果だけ見ないで、やっぱり長期的にその何か筋力だったり、うん、そのパフォーマンスを上げていくって方向に行けば、すごい人が例えばじゃあベンチプレス 100キロ以上上げてるとして、今自分は50キロしか上げられないけど、そこで その比較して落ち込む必要はなくて、ちょっとずつやっていけばああいう風になれるっていう風に思って、うん、その未来を見据えてやっていくって方がもう大事かなと思いますね。でも苦悩をちゃんと覚悟することっていうのが大事だと思います、うん、トレーニングだったらものすごい筋肉痛になるし、うん、やってる時は重いし、はい、まあ、やり続けなきゃいけないわけですよね。そうです、まあ、それはやっぱりもうあとは覚悟だと思いますね。その意志の強さが結局自分を保つことになると思います。はい、それでは、今回の動画は以上となります。やはり大事なのは何のためにやってるかっていうのがそもそもやっぱあると思うので、そのトレーニングをしてって、じゃあその春先どういう結果を残したいのかとか、自分がどういう結果を残していったら嬉しくなるのかっていうのをイメージして、トレーニングを行うっていうのが一番まず大事なことかなかなと思いました。はい、それではこの動画がためになったと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。